特定小型原付は時速何キロ以上出ないように作られているか。24キロと思う方は丸を、20キロと思う方は×を出してください。はい。せーの。はい。24キロっていうのは、これ電動アシスト自転車のアシスト、補助が終わる速度になってまして、24キロまでに電動アシスト自転車はそのモーターが止まっていないといけないっていう法律になります。特定小型原付には最高速度表示灯という赤色のランプがついている。丸か×か。いいですか？はい。いきます。せーの。はい。これは簡単でしたね。ちなみに、浅井田さんは何色のランプか分かりますか？緑です。正解です。素晴らしい。